が出るかなっと。性格がさ、ズタズタってことはさ、ホマラちゃんの了解です。ホマラちゃんがホマラちゃんじゃなくなっちゃうってこと。いやー、もしもし、あー、でもね、その手の聖杯作った親父がさ、ホマラちゃんとさ、メッツをアーリー2人作ったってことは、別に争いのために作ったわけじゃないってことな気がするんだけどな。いや、でもそれはまだ明かされてないから、とりあえず気になるけど、まずはね、第三の剣をね、手に入れなきゃいけないから、霊道に入っていきますか。よくでよ、アルピス霊道入り口。おお、こんなっていいのか。で、今ブレイドがホムラちゃんいない状態だから、ちょっと新しくつけるか。そしたらアザミつけとくか。一緒になれたわね。よいしょ。で、進んでく。お？あ、大丈夫か、ビャッコ。何つまずいてんだよ。すみません、先ほどからめまいが少し。あなたも？カグツチ様もですか。ええ、私も少し前から倒れるほどじゃないけど。うちもや。ブレードに。なんなんここ、絶対おかしいわ。やっぱブレードだけあってさ、ブレードにとって結構。どういうことだ。行き詰まるとこなのかね。やはりの。じいちゃん、心当たりがあるのか。エルピスレイドはブレードの力を奪うという話があってな、中へと入っていった者が戻ってこれなかった理由の一つがそれじゃ。ほう。周囲のエーテル場が希薄になってますもん。それが原因かもですもん。花は大丈夫だもんね。ルクスリアの王宮の時みたいに。それだけじゃないですもん。周りの光る粒子、エーテルエネルギーを吸収して光ってますもん。力を得られんとさらに奪われとるっちゅうわけか。難儀な話やの。花はなんともないの。花なら大丈夫ですもん。大丈夫か。元気もりもりですもん。あ、そっか、人工ブレイドだったね、あんたは。まあ、とりあえず探索しに行けますか。これまっすぐっぽいね。本当にこれ剣あるといいんだけどな。これさ、奥まで行ってさ、実はありませんでしたとかやめてよ。そういうドッキリ別に求めてないよ、じっちゃん。実はその大佐の剣はさ、もう効果を得ませんとかさ、そういうのやめてほしいわ。まだ奥まで行かなきゃわかんないけど。あ、なんかいる。うわ、やばそうなのがうりょうよいるで。あ、この先が。ん、ここから先は心していくんじゃ。中に入ればブレイドはその力の大半を奪われてしまう。場合によってはエネルギーが尽き、コアへと還元し、そんなに二度とブレイドになれないかもしれん。みんな大丈夫なんか。サイカ、お前はここで留守番や。なんでよ、なんでうちだけ。なんでも何も、お前自身が一番分かっとるやろ。それ言うたら王子だって。わいは根性でなんとかするわ。ほならうちも。あかん言うてるやろ。心配だもんね。何か事情があるようだな。大したことあらへん、こっちの話や。嫌やで、絶対嫌や。あん時約束したやろ、忘れたとは言わさへんで。なんかありますねこれは。王子が行くならうちも行く。ええな、それで。勝手にせ。お嬢様。平気、こんなところで止まってられないよ。ヤッコ、あの話はなしだから、ね、みんな結局行くんか。わかりました。中に何があるかわからん。おまけにトラと花を除いた我々のアーツはかなり弱まる。心しろ、レックス。せやな、回復アーツも効果が薄いやろ。大怪我したらそこでしまいや。ああ、わかってる。あ、ここでトラと花が役に立つというか、重要にやってくるの、来るのね。私のも兄貴。なるほどね。花は人工ブレードだから、全く全然これっぽっちの心配もないもん。気
ツの勝利だもん。そうね、コミアプンペパンパン剤だもん。トラの出番がやっと。変ですもん。頼りにしてるよ。ってことはこれ一応編成をまあメルフからトラに変えてもいいかもしれないね。でこの先だね。いやサイカとさ、またジーコもさ、いろいろありそうなんだよな。もうこの先進むにつれてさ、いろんなさ点と点がつながっていくんよ。このレックスのさ、あのさ、どれどれ手をかざして扉を開ける仕草もさ、もう最初の方からああやってさフラグを立ててたんだろうな。選ばれた時からね、バン会長にさ、サルベージャーのレックスが選ばれた時から、そしてあの時に出会った時から、すべて世界にはいろんな場所があるの。決まってたんだな、こういう運命になるって。ここで一休みですの。何が出るかなと。よく知ってるわ。私の知識によると、ニアのさあの話ってのも気になるけど、ニアももうみんなさ、まあ、メルフはさなんとなくさ。明るめになってきたけど、ジークとニアだけまだね、レックスに話せないこととかあるんだろうな。早く知りたいね、おい。で、こっち、よいしょ。意外とサクサクいけたね。強い敵出てくるかと思ったけど。大丈夫か、サイカちゃん。サイカ、大丈夫？心配あらへんよ。このくらい、どうってことないわ。奥に行くに従って粒子も濃くなってきている。無理はするなよ。ありがとうさん、その気持ちだけで十分やわ。気ぃつけてもらわんでもええ。こいつの面倒はわいが見るさかいな。ジークも辛そうだけど、え、待って、この二人つながってるとか、もしかして。ああ、そういえば話してへんかったな。ってこと、その傷はサイカとってことだよね。前に生き倒れたことがあったって言うたやろ、そん時のや。王子、王子、あかんよこんなとこで。もうちょっと、もうちょっとで待ちや。そこまで頑張るんや。サイカとのワイのことはええ。そういうことか。お前だけでもいかんかい。そんな、王子が死んだら、うちはまたコアクリスタルに戻ってまうやんか。全部忘れてまうやんか。すまんな、サイカ。次はもうちょいマシなドライバーと出会えたらええな。ええわけあるかいな。うちは王子を。王子、で、これで分け与えたのか。ああ、サイカちゃん、こんな大きいジークを背負って。忘れたない、王子との10年間忘れてたまるか。こんなとこで死なさへん。見たくさ、王子一緒にってことか。そういうことか、あれもフラグだったんか。あのファンファンとのさやつもさ、このシーンのさフラグだったんだね。そのものならもう大丈夫だ。王子助かったんか。さやかちゃん可愛いの。君の存在がそれを裏付けていると思う。あ、君のコアクリスタルを彼の胸郭内に移植した。損傷が激しくてな。そうするしか彼を助ける術はなかった。
すまんかったな、ワイのせいで。うち、嬉しいよ。は？なんでや。うちの一部が王子の中にある。そんだけでもう十分や。サイカ。何？かわいい、最高だぞ。なんなの、ゼノブレイドのキャラみんな可愛くてさ。あ、ケディアで、そんなことが。ま、ワイもボンと同じっちゅうこっちゃ。メガネのレンズが。もっとも、こっちはただの外科手術やけどな。外科手術と簡単に言うが、そんなことが可能なのか。アーケディア人のルーツはユーディキウムやって知っとったか。ユーディキウムってテンペランティアで暴走したあのアルス兵器の。そうや、人とブレイドの細胞レベルでの融合、マンイーターの技術も元はユーディキウムのためやったらしいわ。それで外科手術が可能だったと。おう、サイカたちブレイドの持つ再生能力でワイの傷んだ体を修復したっちゅうことや。サイカからコアを開けてもろたさがい、マンイーター血を手にブレイドイーター。そういうことか、ブレイドイーター。まあ名前は違えどさ似たようなもんだよね。せやからな、ここは王子もそこそこ辛いんよ。こんくらい大したことあれへん。二人で一つなのか。先急ぐで。そういう秘密だったんか。もうニアのこの表情も気になるわ。ってことで奥進んでいくか。あ、待って、あ、こっちこっち逆、あれ逆か、こっちか。まあ、ドライバーのさ関係性もさ、ただねこういうさ戦うためだけの関係性じゃないのかもしれないよね。一緒にさ生きていく上でさ、まあ、王子とかサイカちゃんみたいなさ、まあ、命を分け与える関係性のブレイドとねドライバーもいそうだもんね。でもサイカちゃんとジェイカそんなちっちゃって彼氏いたんか。なんかエモすぎるでおい。そんなちっちゃい頃からジークが、ジークがベイビーの時からさ。え、待って、サイカちゃんの目がさ、今までずっとさレンズ曇ってたけどさ、かわいいお目目が、かわいいお目目がついた。ここ、でもしかしてニアもちょっと。お嬢様。大丈夫だって。ニアもマイタ、あんたは自分の心配でもしてな。ですが、チークと一緒に。カメちゃんのくせにかっこよすぎるんだよ。ニア、チークに惚れてるか。それに引き換え、ヤッコ試すよ。ここで私は私自身を。何？なの？お嬢様、何を試すの？何や。わかりました。気になる。霧が濃い、まるで雲海の中のようじゃの。化石化したアルスの体が大気と反応して発生しているようだ。息苦しいのはそのせいだろう。ニオ、なんだよ。辛いのか。まともに息もできないからね。そりゃちょっとくらいはふらつきもするさ。そうか。そういう時は何も考えず頭を空っぽにするといい。は？サルベージャーの基本なんだ。また出た、サルベージャーの。深く潜るほど脳を締め付けられる感じになるから極力働かせないようにすれば締め付けとの干渉もなくなって少し楽になるんだよ。頭を空っぽか。それってレックスみたいにバカになれってことだろ。大事よそういう。私には無理だ。そういうのも大事よ。なんだよそれ。みんなこっちに来るもん。この穴から下
下に降りられそうだもん。抜け穴。何者かが意図的に開けた穴のようですね。もしや罠。盗者かなんかか。罠とかないよね。ここに盗むものなんてないわい。あるとすれば剣。アデルやホムラに関するもの。だったり推測じゃな。剣だよな。もしかしたら過去にシンたちはここに来ていたのかもしれない。知らないわけないよな、シン。そして沈没船の情報を手に入れてアバリティアに。あくまで推測じゃがな。ホムラをってことだよね。それだったらこの先に行ったって何もないかも。もしそうならすでに第三の剣を持っていたはずじゃ。そうなるよね。持ってはいなかった。そこまでは見つけられなかったってことか。あのアデルがそうやすやすと持ち去られるようにしているとも思えん。先へ進もう。きっと大丈夫さ。墓嵐の洞窟跡。おお。ここか。到着。冒険って楽しいね。道なりに行けばさ、行けそうだね。もうニアもさ、息苦しいってことはさ、絶対ニアも換気してるやんけ。ニア、ちょっと待って、行き止まり。行き止まりやんけ。待ってね、行き止まりなんですが、こっちに行くと、めっちゃここもさ、前回のマップと同様さ、意外とめっちゃさ、地下深くまでさ、続いてるわ。で、こっちからの、で、奥行って、うわ、なんかやばいのがいっぱいで、やばいのがいっぱいで、で、こっちだ。こちゃこちゃこちゃ。あ、行けた行けた行けた。さっき行けなかったところが行けてる。で、まっすぐだね。地図見ながらじゃないと迷っちゃうわ。で、こっち奥まで進んでって、あ、見えてきた新しいところが。おいしょおいしょおいしょ。おいしょおいしょおいしょ。またこれ探索しがいがあるさ、マップなんだよ。あ、ついたついた、この奥だね。あ、何？なんか見えるよ。見えてきた。ついたついた。おニア大丈夫か？レックス、休憩だ。少し長く歩きすぎた。メリフはこういうとこちゃんとね、細かく見てるからね。焦ったらあかん。まだ先は長い。そうだよ。ほらみんながね、この状況だから。ニアも座り。なんやったら膝枕でもしてろか。冗談は顔だけにしな。ごめん。何よ。俺気づかなくて。流行る気持ちはわかる。まあレックスのさ、いいとこでも、今のうちにアリ悪いとこでもあるんだろうな。あいあいですもん。レックスのそういうところが。おお。ご主人、ごめんですもん。救急用のエアーだ。少しは楽になると思う。ありがとう。おー、優しいね、レックス。ああ、違う違う。ちゃんと鼻をつまんで、肺を広げるんだ。背筋を伸ばして胸を張るようにして。これもサルベージャーの基本か。いいからやってみろって。少しはね、楽になるかもしれないからね。へえ、結構効くね。だろ。この方法で俺も昔は先輩連中の世話になったもんだ。親代わりとか自分で言うくせに、みんなろくなことを教えてくれなかったけど。まあでも今になってね、こうして役に立つことも。そうよ、役に立ってるよ。ちょっとくらいはあったんだ。親代わりか。私の本当の親はそういうのあまり教えてくれなかったな。父親はグーラではそれなりに名の知れた漁師だったんだ。やたら勉強はさせられたけど、全部一人前の女になるためのたしなみとかで、今になって役立つものなんて一つもなかったよ。
お嬢様だったんだな、ニア。本当にお嬢様だったんだね。想像つかないけど。白子が呼んでたけどね、お嬢様って。勉強は嫌いだった。でも今から思えば、あの時が一番幸せだった。お父さんと、それから姉さんと。お姉ちゃんもいたのか。お姉さん、姉さんがいたのか。体が弱くてさ、よくつきっきりで看病したよ。お父さんはそんな姉さんの体を治そうと、いつからか人を集めて研究に没頭するようになって、そこからの思い出はあんまり幸せじゃないものに変わっていくな。ニア、お父さんお金を使いすぎちゃって、研究のために、結局両親の立場を追われて、私たちは寝なし草になった。姉さんもね、そんな生活に耐えられるわけがなくて死んだんだ。それからすぐ。そうだったのか。つまんない話を長々続けちゃったね。初めてね、ニアがね。にしてもこれ本当に過去の話口にしたもんね。なんだよ、こんなのがあるんだったら最初からよこせよ。もう平気だ。行こうか、レックス。エルピス大空洞。え？これは。え、これいける？怖いんだけど。いける？待って。おい。おお、危ない危ない。ニアがさ、初めてさ、あれ口にしたよね。そういうさ、過去のことね。待って、これは？ジャンプしていけって。いや、怖いんだけど。あー、待って、ベル！危ない。どれどれ。危ない。さあ、私に気づきなさい。祖母の心を癒してくれますね。で、ほれほれしてよ。で、これ飛び移れる？移れるかな。うわ、絶対下落ちたらやばいやつだな。絶対落ちたらやばいやつだったな。おいしい。危ない。ってことで、これは下降りてく感じだね。あ、待って、行き止まり。どこ行けばいいの。あそこだ。どうやって行くの？いや、こっからは絶対ね、行けない気がする。あー、これ絶対落ちたらさ、もう、あーれーじゃん。で、あそこにさ、フィールドスキルの表示があって、ちょっと一回降りてみるか。一回ね。はい。はい。で、宝箱取って、お宝回収。取って、これはニキビを。ニキビを直さなきゃいけない。集いなさい。熱せよ。過去に思いを馳せるのも良いものです。闇属性があと2足りないってことは、闇属性を待って、闇属性を集いなさい。俺の力を使え。私の力を熱せよ。過去に思いを馳せるのも良いものです。おぎょけで通れるようになったと。でまた戻して、もう毎回これ思うけど、ちょっとフォルダー分け、もうフォルダー分け欲しいよ、マジで。今すぎてで、こっちか。ん、いける。あ、怖いんだけど。あ、いけたいけたいけた。え、怖っ。あ、暗いよ暗いよ、怖いよ、何も見えないよ。あ、いけたいけた、暗いよ。ちょ、こっち奥行ってみるか。暗いよ、怖いよ、助けてお母さん。あ、宝箱、宝箱、いただき。おいし。あ、こっちにもなんかあるよ。炎よ。過去に思いを馳せるのも良いものです。これ多分電気つけるやつだな、炎でね。ちょっと待って。ってことは、炎属性が必要だから、張り切らせていただきます。で、これでつけてと。こ
それはいかがっすか。おいおい、どうつく。うう、ついた。こっちに出ると、あ、で、橋を登れて渡っていくと、と、あ、また橋をだ。これ上登るんじゃない。いや、そこはさすがに行けないわな。さすがにあそこは。でも、じゃあもう一回橋を登るか。そしたら多分さ、上までさ、もうやるか。戻る感じだよね、端っこ。橋を登ってったら、で、元の場所に着くと、で、あそこをさっき通ったんだよね。で、もう一回降りて、で、こうやって降りて、あー、危ない。あれか、あそこユニークモンスターいるけど、いけるかな。とりあえずいつかばつかな。あーあーあみんな、な、何が起きたもん。ごめんね、トラ。もっと頑張るですもん。トラ、ごめんよ、びっくりさせて。普通に落ちてたわ。で、下降りてで、ちょっとさ、落ちどころがさ、悪かったな。あー、でもここしかないの。ここ一回降りて、一回降りて、あ、こっちにある。こっち、後ろか後ろか、後ろで、いや、うー、飛び越えられなくて、いけ、よっと、あー、だ、あぶな。あ、よかったよかった、生きてた。階段を登って、ここ、ここ行ってないもんね。待って、下、あそこに行きたいんだけど、待って、この下行けなそうだから。これまたあれじゃない、明かりがついて、いや待って、お、あ、道が開かれた。で、ちょっと待って、一応怖いからまた帰ってって、こっちか。あ、宝箱か、先には行けないか。で、宝箱取ってって、いただき、よしよし、宝箱取って、で、これ下に降りちゃいけないパターン。やっぱあの下だよな。いや、こっから、あ、でも待って、行ける。よいしょ、あぶろあぶろ、行けてこっち、この階段、あ、行ける、どうだ、行けるか、頑張れ、帰ろう。つけた、危な。おめでとうございます。あ、行けた行けた、やっと行けたわ。あ、で、これで上に戻れると。はいはい。で、この先ぽい、やっと行けたわ。うー、これ、あ、行けた、うわ、やっと着いた。入れるかな。これは爆破でもしない限り進めそうにないな。ハナ、前段発射用意も。ラジャーですもん。やめとかんかい。こんなとこでぶっ放したら生き埋めになるっちゅうねん。全火力でね、やったらね。ハナにそんな機能はないですもん。ホムラならできそうだけどね。踊れる。ホムラならさ、いけそうだけど。あ、クリスタルが反応してる？お？もうこうなることを見越してたのか？アデルは。もしかすると。これも天の聖杯と絆を交わしたがゆえの力。そうだよね。というわけか。絆を交わした者のみがさ。けど見て。まだ誰も足を踏み入れていないみたいだ。あ、よかった。シンたちもさ、希望が見えてきたで。シンたちもまだたどり着いてないってことだもんね、ここには。あ、いけた。ってことは、このホムラとさ、レックスが絆を交わしたから先に進めるのであってさ、アデルが今後ね、まあ、ホムラが眠りについた後のことも考えてさ、こういう風にさ、こういう仕掛けで隠せたってことだよね。おい、アイデル何者だよ。あ、で、この先行けば、あ、まだ見つけた。おめでとうございます。ちょっと
また迷いそうだ。この奥だね。失礼します。すいませんね、ちょっと失礼します。炎よ。でこれでいける。風は俺の友達。風を起こせばいいの。おいしおいし、これで雲の糸が焼けて、おいしおいし、お、炎の間ってことは、あの奥だ。あの奥にありそうな。お、こっちも行けそうだけど、先にあの奥だな。あの奥進んでな感じだね。うわ、なんかやばいのいっぱい出てきてる。あの奥じゃない？燃えると。およし、この先を進むと、え、行き止まり？あ、あるわ。おお、世界にはいろんな場所があるの。はい、ここで一休みですの。興味深いわね。そうですね、過去に思いを馳せるのも良いものです。いける。おお、階段が。で、とりあえず火属性も使わなそうだから戻すか。で、このまま進むと、で、これ道なりでいいのかな。多分もうそういうフィールドスキルは使うの少なそうだから。ただちょっと強い敵がさ、めっちゃうじゃうじゃいるわ。恵みに感謝。こう見えてですよ、ね、アグリカルチャーは得意分野ですもん。で、こっちのこっちからのこっちか。あとはなんか道なりに進めばいけそうだね。わー、これ落ちたら即死やで、レックスたち。あ、見えてきたよ。見えてきた、見えてきた。あそこじゃない？絶対あそこやん。急げ急げ、早くダイさんの釣りを手に入れるな。手に入れて、ホームラちゃんを、俺の嫁をお迎えに行くんだ。嫁を到着。来た、いるのも。やっと着いたわね。この子がいる。お前はこの子と共に生きる。ピアッコとニアのことか。ニア。あ、ニア、これ、あ、待って、さっきてか前回の姿。私のことを。ネフィルを助けた時の父と。え？はい、お父様。どういうこと？え？どういうこと？あれ？あ、これはニアだわ。これはいつものニアだ。これがビアッコか。これお父様の。あ、あ、ビアッコだ。お嬢様、お嬢様。あ、大丈夫ですか。いや、はあ、お前ふらついてもう少しで奈落に落ちるとこだったんだぞ。飛んだ足でまといだね、ごめん。いや、無理しないで、もう少し休んでいたらいいわ。いや、もう目立った格好つちがさ、こんなにピンピンなのがすごいわ。二人がこんなピンピンなのがすごいんだよな、むしろ。
姉さんが死んだ後、お父さんもすぐに亡くなって。あ、さっきの続きか。さっきの続きだよ。私は忘れがたみになった白子と一緒にいろんな土地を巡った。逃げ回ったっていうのが正しいかな。逃げる？漁師だった頃に金を借りた人間たちからか？いや、包丁からさ。どうして？どうして？いや、本当どうしてだよ。事情はまあいろいろね。いや、その事情が気になるよ。なんで？人食いだ！人食い？人食いのブレイドを捕らえろ！どういうこと？あ、これで捕らえられて入れられてたってわけか。ニアはで助けに来たのがシーンってことね。その時に最初に、あ、シーンだわ。で一緒に行動してたってわけか。敵みたいに見えて、私たちはさまよい続けるしかなかった。その日を生き延びるのに精一杯で、明日自分が生きていられるかなんて信じてさえいられなかった。そういうことだったんか。そんな時出会ったのがシンだった。あの状況でね、シンが私を拾ってくれたんだ。それでシンたちと一緒に行動してたってことか。私はシンの姿に未来を見てたんだ。私には未来がなかったから一緒に見せてもらおうとしていたんだ。でもらしくないな。え？ニアってそんなことで悩むようなキャラだっけ？別に悩んでなんか。じゃあなんで昔話を？それはたまたま成り行きで。レックスと同じ状況だったのかも。何が今のニアを縛っているのか分かんないけどさ、もっと自由でいいんじゃないかな。自由？自由でわがまま、こうと思ったらげんこつでぶん殴ってでも自分の気持ちを押し通す、それがニアってキャラだろ。励まされてるよ。ただの暴力女じゃないか。よく分かってるじゃない。ストレートに言うと、ストレートに言うとな。そう、それでいい。いつものニアだ。いつもの私？あと一息、頑張ろうぜ。元気づけてくれたんだな、レックス。レックス、ニアをね。レックスがね、目を覚ました時はね、逆に元気づけられてさ、ぶん殴られてたけど、今はニアに、ニアじゃないよ、レックスがね、ニアをね、元気づけてるから。いや、ニアとレックスの関係もいい関係だよね。悪友みたいな、親友であり悪友みたいな。で、この先を進むと、目の前やで、みんな。あ、これ下行けんの？え？お、あ、怖い怖い、あ、びっくりした、あ、怖い怖い。待って、花？あ、待って、なんか生きる？なんか生きるっぽいね。宝箱とか？あ、ホリホリだ。ホリホリポイント。どれどれ。よく知ってるわ。私の知識によると、ホリホリー。あ、なんか壁があるよ。あ、レックスのさ、紋章だね、開いた。お宝回収！回収！うわぁ！これだ！で、あ、こっから下へ通じると。お？英雄の間、ついた！ついた！みんなついたよ！お、階段がここでかけてる。あ、ってことは結果的にこっから行ってよかったってことか。ってことで、ホリホリポイントがあるくらいで、特に宝箱もないね。
したら第三の剣手に入れるぜ。行くぞ。あるじゃねえか剣。